ノピーチャンネル。では始まりました NC 対ドランカーズの試合を始めていきたいと思います。先発はこのようになっています。相手ピッチャーは好投手でした。今日は投手戦が予想されます。先発ピッチャーコウキです。三振を奪います。3番バッターにフォアボールを許します。2塁まで行き、この4番バッターの鋭い打球、センター前で1点を先制されてしまいます。その後はしっかりと抑えていきます。そして2回の表バッター私見えにくいんですよね、ここね、グラウンドが、はあ、言い訳をしときます。これがセカンド抜けたと思ったんですが、セカンドゴロになってしまいます。続く小玉さん打ちます。レフト前ヒット、ナイスバッティングです。いいバッティングで、その後は相手に抑え込まれてチェンジになってしまいます。続く回ランナーを背負うも粘りのピッチングを展開します。ナイスピッチ。3回の表後期三振、バッター上田さんからチャンスが生まれます。新井さんバント、これがいいところに転がってツーアウト二塁を作ります。バッターはキャプテン京一です。これがファールですね。いい当たりだったんですけど、追い込まれて三振。ナイスピッチャーです。そして後期ナイスサード、打ち取ります。全然ですね、打てなかったですね、このピッチャー。三振。次の回こちらも三振ですね、奪っていきます。本当にあれですね、投手戦でしたね。三振、ナイスピッチ。5回の裏ワンアウト3塁を作られます。サードバックホーム挟んでアウトにします。僕サードだったら怖かったですね。普通ワンアウト1、3塁を作られてしまいます。これがレフト前落ちて2点を捉えてしまいます。追加で捉えてしまいます。その後はショートゴロに4番バッターを打ち取ってチェンジになります。
6回の表、上田さん先頭バッター出塁、新井さんこの辺りでセーフになります。そしてバッターは京一、ワンアウト1・2塁です。これ打った抜けたと思ったがファーストライナー、そしてワンアウト満塁、ここしかない。ロバタナオピー、これですね、ミドが打ち込んでしまいました。そして最後はセカンドゴロで、これホーム突っ込むがアウトになってしまいます。これはでかかったですね。そして満塁3位、まだ2アウト満塁、児玉さん打った、少し上がってしまってレフトフライになってしまいます。これをチャンスを生かしきれなかったのは現実と、試合の方は3対0で負けてしまいました。はい、僕のせいですね、すいませんでした。新井さんはですね、奪三振の記録を取りました。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。